お客様の中から自力で歩ける者全員、バスを押してくれませんか？そんなお客様の中に医者はいませんか？みたいに言うなや。お客様の正面に見えますのは、マヌケでございます。ダダダーン、お魚くわえたドマヌケー、ブーつけーって、このためだけに日曜日の18時半公開にしたのか。みんなが嘲笑ってロインでここら辺にしときますけど、隙間にゴキブリが挟まってますね。上下水道とか電気とか、ゾンビで文明が崩壊した後も使えると思ってそう。あ、ギリギリ曲がれたと思うでしょ？違うの。右前の縁石に乗り上げながら曲がってるだけ。こうして2レーン潰す形で信号待ちをするようになるんだな。ああいう人に限ってトラック運転手とか誰でもできるっていう。まず自分が物忘れをしない。上司に報告をあげる。これをミスなくこなせてるのか見ろよと。仕事の基本は基本でミスをしないことです。従わすらないか高さを着ないか順忘れてたー。その調子だと台所の換気扇とかまず消し忘れてるな。この形状の建物よく見るけど、うちの会社でやるのは初めてだったんです。自動車でも初期型は買わない方がいいとか言われるのはこういうことがあるからなんだよな。あ、海外はあって思ったっしょ？じゃあレオパレスは？もろもろの欠陥建築問題は？あとさ、もう8月なんだから学校の宿題は全部終わってなきゃおかしいよね。説教臭いくせにしれっと筆箱忘れてくるタイプ。なぜわかったしなんなら私が一番ダメ人間で、直そうと努力し続けてるからこうなってる。まあまずは布団にダイブだ。